あ、meine Freunde。君の友人たちがレギオンの連中と戦っているね。急ぐぞ。早く加勢してやらないと。天候の荒波。さあ、光竜よ、飲め。この機会を逃さないで。雷帝よ、ここへ。うちに出くわすなんてついてないね。いや、天候の荒波。勝利、リデイ。この機会を逃さないで。陛下に慈悲なし。うちってばなかなかやるじゃん。うちがいるんだから負けないよ。逃がさない。殴ったね。この力が騒いでいる。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。機を逃してはならない。雷帝よ、ここへ。騎兵の出番。高校たる異例よ、我が命に従え。ザン。この力を使うつもりはなかった。即戦即決で行こう。あんたの番だよ。私に続け。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。逃がさない。殴ったね。この力がさあ、天候の荒波。さあ、光竜よ、飲め。機を逃してはならない。ルールは破るためにある。うちがいるんだから負けないよ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。
天候の荒波。昇龍、いでよ。私に続け。陛下、慈悲なし。逃がさない。いや、殴ったね。あんたの番だよ。動かないでね。今祝福してあげるから。Schon sehr viel Verteidigung aufgegeben. Meine kann aus dem Schlauch nicht. Und das war's. Alter, dein Hang ist so stark in dieser Form. Kegen, jetzt kommst du. Sümmernei, sümmernei. Gokuro, das war Fugen. Die neue Sackfuhr ist schon 4 Jahre alt.元老の計画については剣木です。一番の異様はあそこにあります。絶滅大君である元老が用いる手段は物事を内部から自戒させるものだと聞きます。きっと奴は剣木を操って儒家の力をまき散らそうとしているに違いありません。ラフを不死の忌み物が横行する地獄にしようと企んでいるのでしょう。うん、状況は大方把握した。列車の諸君、喜んでくれると思い、ある人物を連れてきた。ぜひ会ってくれ。え？あんた、まさか、タンコ？嘘？タンコでいいんだよね。てか、頭のそれって角どうなってんの？話すと長くなる。だが俺で間違いない。じゃあつまり本当に何らかの力を隠してたってこと？さて、雑談はここまでにしよう。Ich kann mir gut vorstellen, dass der noch als 5-Sterne-Charakter nochmal kommt oder so. Daga, ano toki no watashi wa, Seikaku Hunter ni betsu no takurami ga aru no osore, kimi tachi no teian ni noranakatta. Kekkyoku, Seikaku Hunter ga nani ka o takurande ita no wa jijitsu da. Shikashi, sono takurami wa shokun wo koko e yudou shi.わざと事態を拡大させて泉州と列車を協力させることであった。今では諸君の誠意を疑う余地もない。シャイの言葉では足りないほど感謝している。もしこれ以上何かを望めば厚かましいと言われるだろう。だが不言殿が言った通り、元老の登場で事態は制御不可能な状態に陥った。ラフの将軍としてやむを得ず炭鉱殿の力をお借りしたい。どうか諸君にも全面的にご協力いただけないだろうか。ラフの危機が性格と関係あろうがあるまいが、座視するつもりはない。だがこれは俺自身の意思だ。請求列車を代弁することはできない。探索、理解、構築、連携、列車組が全うする開拓の心情はこの4つのワードだ。しかし旅は険しく、これらを貫き通すのは極めて難しい。恐怖、基地、敵、死、これら旅の困難を乗り越えて歩んでいける七死人はごく少数だろう。前に進むにせよ、離れるにせよ、七死人の目的地は自分自身で決めるべきだ。列車が次の目的地を決めるときに投じた一票みたいにな。タンコ、あんたはどうする気？
ありがとう、炭鉱殿。俺は七死人としてここに立っているわけではない。これまでの道のりも一人振り回され、とても自由とは言えなかった。だが寿命の末裔として俺はラフへの責任を全うしよう。よし、みんな最初に来た時と変わらず正義が何なのかを理解してるみたいだね。じゃあこれからどうすればいいの、将軍？妙案はない。これは一種の賭けだ。寿命族の長老がかけた中途半端な脱輪の術と、炭鉱殿がリュウソンの記憶を取り戻すことにかけるしかないだろう。リュウソン？剣木が定休の使命に切り分かたれても、儒家の王の呪いはかすかに残っていた。だからラフは不朽の末裔の力を借りて剣木の残骸を封印したんだ。そして制御することに成功した。古代リュウソンの指示のもと、寿命族は古海の水を引き、林縁郷を水没させて剣木を収める容器にした。その創去と犠牲を記念するために、先週同盟は林縁郷で源流大雨の火を立て、寿命の像を残したんだ。ふーん、この彫像なんだか炭鉱に似てるね。もしかしてこれ炭鉱の兄弟だったりして。少し似ているだけだよ。これは随分と昔の出来事だからね。強いて言えば歴代のリュウソンは皆外見が似ているんだ。今の代を除いてね。現在のリュウソンはただ襲名しただけの子供で、力を完全に受け継いだわけではない。炭鉱殿は知っているだろうか。炭風が亡くなり、ラフの寿命族にはもうこのことができる者はいない。かつて剣木を守っていた君ならば、私たちのために剣木へ至る道を開けるはずだ。すべて君に託したよ。Oh, dieses Lied. Dann auch noch auf Chinesisch. Oh. Ich mag zwar die chinesische Sprache nicht, aber das klingt mega geil. Koko ni kite, nani ka omoidashita koto wa nai kai?金星を解くんだ。その身が背負う力こそが剣木への道を開く鍵となる。なんかやらかして将軍に捕まったかと思ってたんだよ。どうやって助けようか考えてたのに、まさか二人が知り合いだったなんてね。そういえばどうして急に列車から降りたの？あ、感動。でもこの子と幼児ちゃんがいるから心配いらないのに。それにほら、あっちこっちで手助けしてるから、うちら先週でヒーローになりかけてるんだよ。とにかくタンコ来てくれて本当によかったよ。
陰月君の転生ね。タンコでしょ。お前の名前は聞いたことあるわ。お前の名は獣王氏が世間から抹消しただけだが、大木として私は知っている。ラフの古びた数々の事件も姫事も全部知っているの。万が一に備えてね。お前が雲上の御騎士として活躍していた頃、私はまだ生まれてもいなかった。かつての伝説をこの目で見られるなんて。影絵図とかで見た感じとあまり変わらないのね。寿命族の輪廻転生って本当に生まれ変われるの？Kuro schaut dich an, während ihr beide still werdet. Kuro schüttelt ihren Kopf, sie will nicht sprechen, niemand kann sie dazu bringen, sich zu öffnen. Wie mies, ich dachte jetzt hätte sauber Lines. Aber gut. Kuro schaut dich an, während ihr beide still werdet. Kuro schaut dich an, während ihr beide still werdet. Kuro schaut dich an, während ihr beide still werdet. Kuro schaut dich an, während ihr タンコ、君は列車の一員だ。さっさとこの件を片付けて、次の旅に出よう。Die Statue des Hohen Ältesten ist durch die Jahre der Verwitterung stark mitgenommen worden. In der Nähe ihres Sockels sind einige kleine Worte eingraviert. Lasst uns beten in Zeiten der Bedrohung und des Konflikts, wenn das Land von einer bösen Lebensform bedroht wird. Wir werden die Macht des ewigen Meeres anrufen und die dunklen Wurzeln mit seinem Licht vertreiben. Unter endlos rollenden Wellen lodern die uralten Wurzeln des Baumes auf. Lange Zeit schlafend erwachen sie zum Leben, wie ein Tier aus seinem Traum erwacht. Die Fesseln, die die vergangenen Herrscher angelegt hatten und welche die Macht der Bestie bändigten, waren ein zerbrechliches Geflecht, das bald zerbersten und fallen würde. Aus der Dunkelheit tauchen Erinnerungen der Vergangenheit auf, die dich ergreifen. Alter, ich hab Gänsehaut. Mizu no soko ni kore hodo no tatemono ga. Jimyo zoku no ryugun ga Rinien kyou ni atta to kosho ni shirusarete ita kedo. Kouyu koto datta no ne.出庫の乱が起きていた時、私は幸運にも
この奇形を自分の目で見ることができた。今は総会の変を経て宮殿は廃墟と化している。寿命族の聖地で剣木を封印したことについてラフは彼らに大きな借りを作った。フゲン殿。はい。ここに残って運気軍を率いて道を守ってくれ。他の邪魔が入らないようにしてほしい。ケーゲン、将軍はお一人で元老に立ち向かうおつもりですか？一人ではない。友人たちが同行しているではないか。将軍様、我々も将軍様にお供します。我々も連れて行ってください。そうです、将軍様。あまり力になれないかもしれませんが、運気軍にとって選手を守るのは役目です。それを異教の旅人に任せてその背後に隠れているなどできません。どうか我々に先陣をお任せください。皆の気持ちはよくわかった。だがこの先にいるのは北条の忌み物ではなく反物質レギオンの絶滅大群だ。この道を通れば帝宮と人滅の対決となる。それよりも君たちにはもっと重要な役目があるんだ。運気軍よ、聞け。私が剣木に入り海が元の姿に戻ったら即座に撤退し動天を封鎖せよ。その後は大木の指示に全て従え。はっ。フゲン殿、もし私が帰ってこなかったら事の顛末を整理して他の選手に報告してほしい。帰って自分でやりなさいなどとは申しません。その目しかと受けたまわりました。少しだけ将軍に見えてきたよ。